さあでは続いて、豊島カメラ総集編ということでちょっとお時間をいただきました。はい、まあ、球場行ってて、撮ってきた皆さんの姿でまだ出し切れてない部分もありますので、まとめて出させていただこうということになりました。それではご覧ください、豊島カメラ総集編です。さあ7月10日から始まりましたね、東東京大会。まず最初の日は駒田球場行ってみました。松下競技は嬉しそうですね。はい、ね、まだもう暑さは本番でしたからね、初日から。で、初日からやっぱりこの悔し涙は流れてました。さあそして、やっぱり今大会このブラスバンドチアが復活したっていうのがすごい嬉しいですし、こちらが先ほど話してみた品川翔英です。はい、もう一球一球頑張ってましたよ本当に。これからの躍進に期待しましょう。はい、期待しますよ。そして岩倉対文京、文京見事な勝利でした、これは。はい、そう、ブラスバンドがいないときは手拍子で応援。岩倉はでも本当に悔しかったですよね。奮起を期待したいチームですよね。もっともっと長い夏を想像してたと、こんなはずじゃなかったっていう思いたくさんあると思うんですよね。続いて安田学園宿徳、雨の中でした。安田学園も悔しかったです本当に。さあ城東日本ウェルネス、これがそのミラクルのサヨナラの場面。9回2アウトランナーなし、2点ビハインドからの逆転サヨナラ、そこからミラクルの大逆転、始まりました。はい、ただこのウェルネスも絶対悔しかったと思うんですよ。でこの後野球を続けるメンバーたくさんいるでしょうから、頑張ってもらいたいです。さあ帝京実践学園、こういった笑顔もたくさんあった今大会でした。そしてやっぱりこう悔し涙もねたくさん流す大会になりました。さあこちら修徳対雪ヶ谷、このホームランの場面、もうホームランなのに全力で帰ってきますよね。嬉しかったんでしょうね。この試合は熱戦だったみたいですね。素晴らしい試合でした。本当たくさんの人に見てもらいたかった、でも素晴らしかったです雪ヶ谷、本当にもっともっとたくさん見たかったです。こちら帝京大森学園、そして王子総合、ね、これだけの人たちに応援してもらってるっていうね、はい、姿がやっぱり一番いいですよね。東京成徳大高校目白健進、そして共栄学園雨で中断中、はい、会員との試合ですね。盛り上げ役っていうのは大事ですよね。さあ金城学園二松学舎大付属、ね、金城学園カラーみんな大好きです、はい。そして城東と関一の試合ですね、峯岸君この笑顔、本当にいいピッチングしましたねこの試合は。そしてここで姿を消した関一、まだまだこの後のステップで見れる選手たちですからね、この後期待しています。文京のキャプテンでしたね、エースに激突して、そうですよ、堀越加藤君かな今のはね、堀越も躍進でしたよね、はい。小山台日体大原、先輩たち応援に来ました小山台、自分たちも決勝戦まずは行きたいっていうのありましたよね。さあ帝京二松学舎小島君、9回の内野安打ですね、甲子園で見たいチームでした、本当に何度も言いますけど、本当にでも期待感持たせてくれる素晴らしいチームだったと思います。そしてこれが今日の決勝戦ですね、日体大荏原二松学舎大付属、もう両チームスタンドも本当に満員でしたし、はい、決勝らしい試合でした二松学舎大付属、本当におめでとうございます。はい、ということで、
ちょっとね素人カメラなんですけども、いかがでしたでしょうか。もう本当にね、それぞれの部分をちゃんと切り取ってね、生徒選手たちにね、ちゃんと届いてると思います。保護者の方もね、本当にいつも喜んでくれてると思いますよ。まあ本当にボタンを押せばすぐみんなの素敵な場面が撮れるっていう状態なので、それはもう本当にみんながきらめいてるからだなというふうに思います。本当にありがとうございました。